25日目、土地不足に悩む市営墓地、写真家郊外で UFO 撮影に成功、パティシエコンテスト公演で開催予定。おお、なんか墓地って今日も一日頑張るぞい。墓地の問題って結構議論されているんですけど、パーチ清掃業者が今朝はまだ署のトイレ掃除をしていないようです。私は潔癖症なので帰宅してもいいですか？じゃあ明日来てくれるならいいよ。今日は親戚が家にやってくるんです。海外に住んでるので会うのは初めてです。休暇を取ってもいいですか？じゃあ明日来るならいいよ。休みすぎ。今日は子供たちの親権について判決が出る日です。子供たちは泣いて私と一緒に暮らせなくなるかもしれない不安と戦っています。聴聞会に出るので休暇を取ってもいいですか？聴聞会かな。これなんか前誰かが同じことを言ってた気がするけど、明日来るならいいよ。3人も休んじゃった。何のために人員を増やしたんだかっていう感じですけどね。さあ今日は何を聞こう。あんまりなんだろう、このベートーベンで行こうかな。よし、このねパッケージからは想像できないから。じゃーん。あ、葬儀、浅野さんお疲れ様でした。本当職員をなくすのが、高齢の警官を全員解放、期限は明日だ。バチ、そしてブライスもか。パーシーは解雇できないからな。これは無理ゲーだ。パーシーはそもそも高齢なのか。そして刑事さんも入れるとなると、これはほっとこう。またいろいろ言われそうだけど、喧嘩騒ぎ、ケビンズバー、バーテンダーが泥酔した二人の男への酒の提供を拒むと喧嘩が勃発した。喧嘩か。じゃあクインタナ、オグルズ、クロースナー、これでいこう。よし、どんどん成長させて。今日はシフト B からの応援というかが多いから、あ、サンド一家からのヘルプ要請。今どっちが優勢なんだっけ、忘れてしまったや。あれ、あ、激怒した大柄の男が2人バーの片隅で喧嘩をしている。テーザー銃を使おう。なんで。何、どうすればよかったんだ今のは。仲裁に入っても巻き込まれたりしたらね、もしかして人員が足りなかったとか。わーい、予想外のところで。所長、私はケータリング会社を経営しています。実は現代美術館に頼まれて20周年記念祝賀会開業の食事を用意していたんですが、ドタキャンされてしまいました。こんなに大量の料理が無駄になってしまうなんてもったいないです。もしよければ警察署にリーズナブルなお値段で提供します。あなたの部下もきっとグルメな料理の数々に目を輝せてくれるはずですよ。$300、はい。こういう福利厚生もしっかりしよう。
自殺予告、聖ヨハネ大聖堂、いつも問題起きてますね。若い男が大聖堂の頂上に登り、飛び降りてやると威嚇している見物人たちが大聖堂の下に集まった。この男に見覚えがある者たちはハッタリだろうと確信していた。彼は気難しく構ってもらいたいだけなのだ。そうか、じゃあ一人。なんかでも大したことなさそうな事件だけど死人が出るってことが発生しているので油断はしない方がいいかも。強盗レストランオクトパス。若い女が支払いをせずにレストランオクトパスを出ようとした。ウェイトレスが呼び止めたところ女に頭を殴られ意識を失ってしまった。女はやってきた警備員に催涙スプレーで抵抗すると奥の部屋に立てこもって何かを殴りつけて、怒鳴り叫んでいる。わー、これ二人以上欲しいな。これ死人が出るのは凶器を持った時に限らないんですね。注意しよう。自殺予告はまだ10代のゴードン・ブッカーがこうした、騒動で警察の厄介になったのは初めてではない。本気で飛び降りるつもりは最初からなかった。そんな気がしてたんだ。ブッカー・デュイット。バルガ一家からのヘルプ要請。仲間が路上で連れ去られ拘束されてしまった。彼らはすでに精神病棟に収容されているようだ。裏でサンドが関わってるに違いない。調べてもらえないか。これは行ってみよう。ブカリカ、はい、お、殺人ビジネスセンター。ビジネスセンター。ビジネス界の中心であるエルビス・カルボの秘書から通報があり、見知らぬ人物がカルボーのオフィスに侵入し彼を窓から放り投げたというのだ。わー、調べてみよう。そういえば前の事件も全然解決していない。お、レストランオクトパス逮捕できたね。よし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 、こう解決してない事件があるのにさらに事件が発生するとなんだかすっきりしない気持ちでうちの仲間が道でチンピラの集団に出くわした。バルガの手下どもがどうかは不明だが、事態が深刻化した場合に備えて警察を呼んでおいた方が安心だろうと思ってな。はい。バルガはどちらかといったらこうなんだろう、若者の集団という感じかな。マフィアというよりはこう荒くれというかチンピラというかそういう感じなのかな。騒音苦情。近所からの騒音が原因で寝ることができないとロバート・ウィルソンから苦情があった。ロバートによると奇妙な人物がその家を出入りしていて頻繁に配達物が届けられているらしい。彼は今まで我慢して何も行動を起こさなかったが、彼の息子たちが夜に外へ抜け出してその家の窓から中を覗くとマシンガンが入った箱がいくつも見えたらしい。子供は想像力が豊かでいい加減なことを言ったりするものだが、さすがに隣人にも夜間は静かにするよう警告してもらえないだろうか。これは本物だ。よし、今日はなんか騒がしい一日ですね。主に天気が、そしてそれと相まってなんだか音楽もねいろいろとバイバイに騒がしくなっている、そんな気がします。バルガ一家からのヘルプ要請。
随分と古いやり方ですね、この馬で引きずるっていうのは。クラッパーという名の暗殺者は以前もサンドの元で働いていた。その彼が俺たちにある機密情報を教えてくれるという。指定された場所に行ってみると、彼はサンドの手下たちに馬で引きずり回されていた。生きているうちに救出しなければ。これは放っておきます。そういえば、市長邸への要請はできるのかな？応援を頼まれたね。じゃあ、ブカリカとヤンシー。本物かもしれない。あ、死へのリクエストができますね。そしたら、スワット部隊アップグレード、刑事を増やそうかな。どうしようかな。警察はいくらあっても必要なんですが、刑事、今んとこ刑事で困ってることはないけど、でも捜査が少し遅い気もするので、刑事を増やしてもらうよう頼んでみよう。なんだか最近は死への要求ばっかりで、全然要請に答えられていないので少し不安になってきた。クビにしないといけない人、そもそもどれが情報を見てみるか、どこに年齢が書いてあるんでしょうね。見た目からしかわからないからな。そしたらもう若いのに老けている方がちょっと判断が難しい。新しい写真を3枚手に入れた。まだ足りないですね。強盗、お、新しい写真が。これ解決できるんじゃないか。でもホームレスがやったとは思わないんだよな。ホームレスに頼んでやったのかな。そんな気もする。ダメですね。ホームレスに、あ、これは最後かな。で、こうこう、ダメだな。パリンって割って、中入って取って、で、これ最後だ。で、物を渡して、お酒で忘れる。これ辻褄合うと思うんですけど、でも証言からはホームレスじゃないと思うんだよね。なぜかっていうと、どこかに、これだ、ジャケットの下に医者の制服みたいなのを着てた。これはホームレスの証言ですね。だからこれだと思うんだ。また写真が集まるのを待ちましょう。苦情、騒音苦情、お、逮捕された、よかった。武器が手に入る、お、自動小銃。子供の証言は正しかった。これもマフィアに売却。お金が貯まっていきますね。50万までは結構順調に貯金が進められてるんじゃないか。お、今日の勤務はここまでだ。あ、今バルガがリードしているんだ。次は2もリードしている。次は3度にちょっと加勢しないと。死亡確認しよう。よし。さあ、年寄りをクビにしない。26日目、女子学生が落雷で死亡。伝説の俳優ポール・スパーカット・フリーバーグでワークショップ開催。工場でリストラ。今日も一日頑張るぞい。プライスは今日欠勤した。珍しいな。パーシー、車を工場に持ち込まないといけないんです。休暇を取ってもいいですか。
明日の出勤を条件に今日か。階段を登っていたらめまいがしたんです。休暇を取ってもいいですか？はい。報道休みすぎじゃないか？報道今日は雨が降るそうです。私は免疫力が低いので気分が悪くなるかもしれません。雨が降る前に帰宅してもいいですか？はい。ロビンズも休みすぎなんだよな。パーシーそろそろなんかあれですね、訓練の成果が出ないですね。明日パーシーが来るからやってしまおう結局やってしまう。今日は今日は豆を聞こうかな。スイートジンジャーグリーン、よーし。はい、予算って削減されました、スロットこれでパーシーを直接なくせないかな。無理か、パーシーはいじれないと。フォード、ロビンズ、どれも優秀なものですね。この中から一人は選べないですよ。じゃあフォード、フォード休みすぎだからフォード、バイバイ。連邦法では市営の建物周辺で集会を開くことは禁じられている。今日は市長邸の正面で黒人たちがデモを行おうとしている。この行為はロジャーズ市長の命を直接脅かすことにつながる。どんな手段を使っても阻止してほしい。おー、法で定められているから一応従おうか給料ゲット。約100人の黒人たちが市長邸を取り囲み、私たち黒人に耳を傾けろと叫んでいる。警官を4人出動させる必要があり、スワットと護送車。そうか、じゃあ優秀順でいきますか。スワット護送車も使わないといけない。わあ、4人しかいない。そうすると大変だが、今日は4人で回して、ロジャーズ市長が都合よく法律の解釈をねじ曲げている。連邦法では市長のオフィスなど市営の建物周辺で集会を開くことは禁じられてなどいないのだ。もちろん集会が平和的に行われるのが条件だが、今のうちに隠蔽工作をしておいた方がいい。わー、どうしよう。ハードラムブラドにとって不利な証拠、警察の警官のロッカーに不都合なものを忍び込ませておこう。例えば人種隔離政策を取り上げた文章やその他過激物の文献などがいい。彼が白人至上主義を歌う雑誌を同僚たちに配布しようとしていたと嘘を流すのもいいだろう。そしてクリストファー・サンドにとって不利な証拠、ジャックの自宅の留守番電話に細工を仕掛けよう、抗議者たちの人種差別的な攻撃を加えるよう命令した。マフィアからの留守電を残すのだ。家族が危険にさらされると脅すんだ。これにしよっか。は費用が高いな。でもこれやらないと今後問題が起きてさらに多くのお金がなくなりそう。でも2万か。
サンド氏には消えてもらう予定なので、バルガ一家からヘルプ要請。我々の友人が爆発物の入ったバッグを森の中へ隠しておいてくれた。それを回収するために仲間を2人送ったのだが、1人しか戻ってこなかった。しかも戻った男は舌を切られていた。もう1人の安否が気になる。副所長、サリーグパーシーは全ての試験に落ち、警官としての名誉を失った。そんなことあるんだ。もうダメだ、パーシーは。パーシーはダメだ。パーシーは命を落とすしかないんだ。明日来てくれるとは限らないですけどね。高齢の警官全員解雇は無理です。ジャック、君は町のために尽くすと誓ったはずだ。その約束を守れないから、リクエスト却下。ダメだ、リクエスト却下される。そして非自動小銃を撃ったお金が入りました。職員とシェアしましょう。本日1個目の通報です。家庭内騒動。年配女性のサラ・ウィルキンソンから通報が入った。近隣の家から赤ちゃんの泣き声と、もう一人別の人物の叫び声が聞こえるらしい。普段は物静かで手のかからない赤ちゃんなので不審に思ったらしい。じゃあ見てこよう。やはり経験値が少ない。でも無理やり、これはい、これ市長の言うこと聞かないと。やっぱ所詮は公務員だからね。え、市長がボスなんですよ。いやー、なんか割り切れないな。サッカーのサポーターがスタジアムで大規模な喧嘩を始めた。警察は事態を鎮静化しようとしてるが、群衆たちはお構いなしに振る舞っている。わあ、これもたくさん人が必要だ。ちょっと待とう、帰ってくるのを待とう。護送車なんだと。じゃあもう一人追加で。大丈夫かな。二人いるかな。一人追加で。よし。で、これで護送車、オースティン、ディクソン、ヤンシーは全部じゃないか。これ今日難易度高すぎじゃないか。ちょっと待ってよ、これマフィアのヘルプ要請受けられないですよ。どうしよう。バルガ一家からヘルプ要請。サンドの車がうちの配達人を追跡している。配達人はどうにかして追跡をかわそうとしてるが、このまんま何も手段を講じなければ追いつかれてしまうだろう。家庭内騒動。あ、よかった。結局何だったんでしょうね。発煙弾がスタジアムの至る所で発射された。人々はお互いに容赦なく殴り合っている。催涙ガスを浴びせる。これ問題になりそうですけど、でも死者が出るよりはいいかな。お、逮捕した。ひどい街ですね、本当に。多分こういう業界にいるからこういう治安の悪さが特別目立っているだけで。自動車強盗。女性からカージャックの通報が入った。
車で仕事に向かっている途中、赤信号で停車したのだ。赤信号で停車したの。そしたら男が走り寄ってきて、開いていた窓から私を引きずり出したのよ。早く来て、どこも渋滞しているからそんなに遠くへ逃げてはいないはず。 OK、 ちょっと警察が戻ってき次第送りますね。もう慢性的な人員不足だ。バーチーとマイリー、よし戻ってきた。ただ一度にたくさん遅れる、3度遅れるものはみんなが一気にレベル経験値が上がるから、またうちの銀行口座から金を引き落とそうとした愚か者がいる。今日は自分たちで動いて奴らを銀行から追い出そうとしたんだが、暴れ始めて備品を壊し書類に火をつけ出した。このバカどもはこの程度の襲撃で我々のビジネスが打撃を受けるとでも思ってるんだろうか。サンドに、ちょっとヘルプ要請受けないと。よし、自動車強盗は捕まったとさ。これでサンドがリードすれば一応バレずにことは進められるんだけど、破壊行為公害。退職者のサマンサ・レンドンが窓の外を眺めていると、二人の若い女が近所の家の窓を割るのを目撃した。女たちは壁に裏切り者やアホなどとペンキで落書きした。じゃあちょっとバーチ働きすぎだから、こうしよう。どうしても経験値低いものを上げようと思ってたくさん送ろうとするけど、体力がねえ、やはりバーチは体力があまりないのかな。サンドからヘルプ要請。バルガのところで新しい補佐官を雇ったようだ。そしてそいつはバルガに自分の腕前を見せるため、我々の一家の一員の娘を誘拐した。その娘が連れて行かれた先の住所を入手し、人も巣に送ったが、まだ情報が入ってこない。警察の支援が必要だ。行きます。こうマフィアのヘルプに、郊外破壊行為、落書きだったかなこれは。で、黒人のデモどうなったんだ。フリーバーグ検察庁は、本日あなたが黒人のデモで司法権を乱用したと信じる十分な証拠を入手しました。よってあなたを公式尋問に招集します。わあ、やはり民主主義なんですね。一応は。わあ、ちょっとこれは判断が難しかったな。新しい写真は見つかっていない。こっちはちょっと人員を増やしてみようかな。無理かな、刑事。ああ、みんな出っ張ってるか。これ珍しいですね。いつもだったらすぐに解決するんだけど、多分これが一番、この緑色の服が一番有力だと思うんだ。多分ね、こうしてこうして、これは取ってからホームレスにお金をあげたんだ。多分こういうことだ。で、あとこれの緑色バージョンが来れば多分解決で、これはまだ写真が揃っていない。で、これも問題だ。これもよく分かっていない。これで間違いなさそうなんですけどね。多分順番が間違ってるのかな。
違うのかな。もうちょっと待ってみよう。結構この動画を自分で見直すと、なんか途中で気づいたら寝てしまっていてこう寝るのにいいかもしれない。あ、やった、引き分けになった。よし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 。あ、コインが立っている。ちゃんと物理演算がされてるんですね。よし、本日の勤務はここまで。今日もお疲れ様でした。また明日お会いしましょう。お疲れ様です。